エレクトーンっていう存在はもちろん昔から知っていてそれこそピアノをスタートする時にピアノをスタピアノでやるかエレクトーンでやるかって2択であの多分みんな分かれるとこだと思ってでたまたまねその僕があの好きになったきっかけの,その幼稚園の先生が弾いてたのがピアノだったから僕はピアノでスタートしたんですけどだからもう本当に幼稚園生ぐらいからエレクトーンの存在は知っていてただあのリアルに近くで聴く機会っていうのは全然なかったんですけど。 えー、音大の大学4年生の4年生ぐらいですかねの時にあのエレクトーン奏者の神田由紀さんと出会いましてで、まあ、最初のお仕事というか一緒させていただいたのは学校公演の子どもたちに音楽を届けるっていうことだったんですけどもうそこでちょっとエレクトーンの魅力にどっぷりはまりましてそこから今に至るまであのコンチェルトだったりとか共演させていただいてい,るいますね。はい